Peggy 18. こんにちは、ラビデータです。皆様いかがお過ごしでしょうか。新作ゲームプレデターハンティンググラウンズの紹介をねしていきたいと思います。本日の内容はこちら。プレデターハンティンググラウンズの新情報がホームページに公開ということでね、ちょっと前にホームページが更新されてたんですけれども気づかなくてね、それ全部ね結構な情報量入ってたんで、それを一個ずつね今日は紹介していきたいななんて思います。でこのプレデターハンティンググラウンズね、もう紹介動画2つほど上げてるんですけれども、今回初めて聞いたって人もいると思うんでね、軽く紹介しておきますけれども、どんなゲームかというと非対象型のアクションシューターゲームであると。要するにデドバとか13日の金曜日みたいな感じなんだけど、プレデター対人間であると。でちょっとでもそれとも違ってて、まず FPS 視点と TPS 視点、この2つが、ね、あるんですね。でプレデター側は TPS 視点で、人間側は FPS 視点というちょっと、ね、特殊な感じになってるんですね。でゲームは特殊部隊 VS プレデターなんだけど、それプラス NPC のテロリストとかいろんな麻薬取引の組織とか、なんかそういうのがねいるということですね。で何が興味深いって、13日の金曜日を開発したスリーフォニックという会社がね出してるんですよ。これがねまた面白そうだなってことで、みんなからね結構注目を集めてるんですけれども、人間側はなんかのミッションに出てヘリまで戻ってきたら勝ちみたいな、そんな感じみたいですね。でプレデター側はそれを妨害すると。で NPC の人間を殺すのもありだし、ポイントになるし、もちろんプレイヤーの人間をね PVP で殺してもあのポイント高いしみたいな、そんな感じになってるみたいですね。でホームページがね日本語でアップデートされてたんですけれども、ハントオアビーハンティッドっていうことで、プレイステーションソニーがね販売元になってるんで、パブリッシャーなんですね。だから日本語もねしっかりしてますね。これよかったら概要欄にリンクあるんでね見てほしいんですけれども、チームで行動する聖夜部隊ファイアーチームが軍事任務を完遂するのが先か、プレデターが忍び寄り一人また一人殺していくのが先かみたいな、そんな感じでねホームページが始まってるんですけれども、でいろんな情報がね入ってました。でプレデターの新武装みたいなのが紹介されてて、いくつもね。でまず一つ有名なやつ、光学迷彩ですよ。このプレデターがね、この光学迷彩があるからプレデター側は FPS じゃなくて TPS にしたということらしいんですね。でマッチに参加する人数によってプレデターが1人かもしれないし、人数が多ければプレデター2人とか3人、プレデターチームみたいに、ね、なるみたいですね。人間側もその時はかなりの人数参加してるはずなんで、あこんな感じでね光学迷彩でプレデターアイだよね、あとサーモアイみたいなあれがあの FPS 視点だとちょっとややこしくなったり、木のルートが見にくくなっちゃうから、木の上をね軽快に飛び移っていけるように、この FPS じゃなくて TPS 視点をプレデター側には用意したということみたいですね。いや光学迷彩とサーモアイ、あれ初めて映画見た時ねもうびっくりしたね。当時まだ VFX とかない頃だったから、もうほんとすごいなみたいな感じのね、あの恐怖しかなかったですねそれが今やゲームですよ。ゲームの世界でも自由自在みたいな世界になったからね、このグラフィックもすごいしねみたいなことで。で2つ目の武装、もちろんみんな知ってると思うんだよ、全部新しくない映画とかでねコミックとかで全部出てる武装なんだけども、プラズマキャノン、これだよね。プレデターって言ったらこれ、なんでこんな野蛮な変なウンババみたいなやつがねこんなハイテクマシンを持ってるんだみたいな、すごいかっこいいんだよねこれが凄まじいみたいな感じの威力持ってるからねこれ。でまたこのサイトがかっこいいんだよね、レーザーサイト、赤いさ三角のディオングワンギャンギョンみたいなあれはあれがねなんだかわかんないけどすごいかっこいいなと思いながらいつも見てて、なんか違うんだよね、これはそれまであったなんか怪物モンスターものと違って、ただのね野蛮な感じじゃなくてハイテクなんですよ。ものすごいハイテク装備を持ってるのに、やってることはなんかただの野蛮人みたいなであれなんですよね、プラズマキャノンにも映画によって種類が結構あって、取り外し可能で人間がそれを使ってみたいなのもあるんですよね。結構プレデター側の武器を人間側が手に入れて最後戦ったりする感じのが多いから、またなんかね熱いんですよね。あのプレデター側も自分たちだけしか絶対有利じゃないみたいのはね嫌なんですよね、なんかこの戦士感が面白いよね。で次これ
これコンビスティックっていうんですね、正式には。なんか変形する槍みたいなやつ、私プレデターなんだろう、スピアみたいに呼んでたんだけどコンビスティックということみたいです。あのね、最初ただの棒なんだよね、確かに棒なんだけど、プレデターがフッてやるとシャキンシャキンってなんかすごい槍になるの、両サイドが尖った。これがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。あのまだ見てない人はプレデター VS エイリアンの一作目をね、 PVA ですよね、あれね、一作目をぜひ見てほしい。この槍が超かっこいいからめっちゃかっこいいから、マザーエイリアンとプレデターが戦うんだけど、その時にねこの槍のアクションがやばいからみたいな、本当もうまずいですよ。あのシーンだけでも一見の価値ありですね、うん。人間の主人公のね、女の人を、まあ、守るためというかね、たまたまチャンスだったからなんだけど、プレデターがねわーって来るのでマザーエイリアンでこの槍で一戦ですよ。すごいわ、もうかっこいいですからこの槍、本当すごい。この槍は、私は変な話、あのシーンでねプレデターファンになっちゃいましたね、完全に。だからまだ見てない人はね、あれ見てほしい、プレデター VS エイリアンの一作目もうそれでねプレデターファンに、このゲームやる前に見た方がいい、絶対。もう思い入れが全然変わるから、プレデターへの、うん。で次が、まあ、いつも出てくる武器なんだけど、リストブレイドですね。あのシャキーンって伸びるやつ、まず最初にこれが出て、これで、ね、人間が殺されるみたいなやつでねズバシャーっていくやつなんだけど、まあ、基本装備すぎてね、ホームページの方にもほんの1行しか説明書いてない鋭い歯で近くの獲物を確実に切り刻むしか書いてないからでもこのね、このブレードがね、ブレードで、リストブレードね、クローじゃないんだねみたいな感じなんだけど、このブレードが基本装備となってるみたいです。で気になったのが、予告編でこのクローでね人間を追い詰めてるんですけども、このプレデター女の人なんですよね。どう見ても女プレデターみたいなんですよ。で私よく知らなかったんだけど、コミックの方では女のプレデターが結構活躍するみたいなんですよね。だからコミックの方からも武装とかプレデターの種類とかいろいろ取ってきてるということで、もうかなりね膨大な数の武装とかキャラクタースキンが用意できるということなんですね。で実際開発の方もこれまで出てきた映画とかコミックとか、そこに出てきたプレデターの武装とか人間の武装とか、いろんなものを全て後からでも追加していく予定であるみたいにね言ってるんですよね。やばいからみたいな感じですよね。で次、これも気になるよね。スマートディスクっていうんだって、これスマートディスクっていうらしいんだけど、このプレデターディスク、私プレデターに何でもつけてるだけなんだけどディスクにプレデターみたいな感じなんだけど、このプレデターディスクがね、あの使えるらしいでしょ。これ怖いよね、すんごい切れ味なの、うん。なんかこのゲームの画像を見るとそんなに切れ味良さそうじゃないんだけど、でもねこれはやばいですよ本当に。まあ、主人公もこれ最後手に入れて、主人公側はこれで戦うんですよね。あの黒人の男の警察官の人、めちゃくちゃ、あの最後灰だらけになってボカーンって勝つんだけどみたいな感じで、勝ったんだけど何渡されるのかと思ったら、あのなんかあのなんだろう、火縄銃みたいな感じのちっちゃい、ね、ハンドガンみたいなのもらうんだよね。昔の多分プレデターと戦った勇敢な戦士の銃だと思うんだけどあれもらって、えボカーみたいな感じであの銃欲しいわみたいな感じだけどね。うん、このプラスマートディスク使ってみたいわ。どこで使うんだろうねこれ。これなんか人とかなんかを誘導する力があるんだよね、少し確か。うん、だただのディスクじゃないみたいな。でしかもそのなんか獲物をロックオンできるみたいな、なんかそんな力があったような気がするんだけどね。でお次がこれ、ヤウジャロングボウっていうらしいですね。でこのプレデターがコメント欄で指摘してもらえて教えてもらったんだけど、女のプレデターなんですねこれ使ってるのが。だから女プレデターがこのヤウジャロングボウっていうのね、コミックで使ってたらしいんだけど、それ私知らなかったんだけどね。こうね、ロングボウなんてシュワちゃんしか使ってなかったよなとか思ってたんだけど、プレデターも使ってたみたいですね。これが出てくるということですよ。これどういうあれなんだろうね。コンパクトで軽いが戦闘に適したコンパウンド棒へと変形し、遠距離でも高い殺傷力を誇ると、まあ、ハイテクなんだろうね、なんか多分折りたたみ式のコンパウンド棒なんだけど、めちゃくちゃ強いみたいな。爆発物とかもついてるのかもね、もしかしたら。弓っていうとね、音がしないからサイレントキルの基本的な攻撃方法みたいに思うんだけれども、もしかしたら光学迷彩でこっそり行って、この弓もね光学迷彩かかるみたいな特殊な感じで、透明なまんまサイレントキルが遠くから狙えるみたいな、さそういう武器だったりもするのかなと思うんだけど、でも、まあ、プラズマキャノンよりは目立たないよねきっと、弓の方がしかももしかしてホーミング装置みたいなね、ディスクみたいに実はついてるかもしれないよね。やばいわこの弓はこの弓早く使ってみたいな。あと女プレデター
ってなんか能力変わるんですかね。あのパワーは下がるけどスピードがめちゃくちゃ速いとかスタミナが高いとかなんかそういうのあるのかもしれないですよね。わかんないけど、あとはプレデターの各クラスみたいのがホームページには紹介されてて、左からスカウト、ハンター、バーサーカーということでね、スカウトはまあクラスの中でも最も速く身軽で遠距離用兵器の扱いが得意だと。でスピードとスタミナに特化していって体力とエネルギーの回復が速い、飛びかかりジャンプ距離も長い、体力はでも低めだと。集中砲火を浴びやすい近接攻撃では不向きな感じの、まあ、遠距離戦に特化した感じ、遠距離中距離戦に特化した感じのクラスみたいですね。で装備できる武器も少し他より少ないって書いてありますね。で一番右がバーサーカー、これ私が一番使いたいやつなんだけど、かっこいいし最も大柄で高い体力と近接攻撃力を誇る、要するに近接攻撃型、肉弾戦型ですよね。でエネルギー量もかなり多いが代わりにスピードは劣ると。でスタミナが低くてジャンプ距離も比較的短いから、あの素早くね木の上をポン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 行くのはちょっと苦手みたいな感じなんだけれども、パワーでゴリ押していくという感じですよ。これ見た目もねバーサーカーが一番私かっこいいなと思ってて、実はうん、これやばいね、これ絶対使いたい。で槍ね、あのプレデターなんとかスティックコンビスティックね、コンビスティックでガンガン行くからみたいな、もうプレデター VS エリアのシーンばっかりやってるからみたいな感じだよねで真ん中のハンターは要するにその中間みたいな、最も使いやすい、みんなのね汎用型みたいな感じで、みんながね一番使いやすい、最初にね多分使えるプレデターとなっているみたいです。でポイントとかねレベルが上がっていくとアンロックされていくクラスとかも結構あるみたいですね。そんな感じで書いてはあります。だこのクラスプラス性別がもしかしたらあるのかもしれないですね。男のプレデターで出るのか女のプレデターで出るのかみたいな。男プラスバーサーカーはものすごいトロいけどめちゃくちゃタフみたいな感じだけど、まあ、でもこの手のゲームってね結局高機動型がね最後強くなっちゃうんだよね。だからこれだとスカウトを使いこなしてもう敵の攻撃避けまくりながら一撃必殺バンバンかましていくみたいなね、これがねやっぱね強いと思うんだ。もう木の上ねぴょんぴょん飛び跳ねられると光学迷彩でもう手がつけらんないみたいな、もうみんな萎えちゃうみたいな勢いだと思うんだけど、問題はあれだよね、13日の金曜日みたいにランダム要素ならいいんだけど、あの他のねラストイヤーとかデッドバみたいにキラープレデター側で出たいとか選べるようになっちゃうとあれだよね、絶対プレデター側ばっかりになっちゃって、もうマッチがしないとか、マッチ待つのに20分30分とかさ、ああいうのになっちゃうのだけは嫌だし、だかといってプレデターでプレイできないのつまんないみたいなさ、そういうことにもなっちゃうと思うんですよね。うん、この辺のバランスがね嫌だなで実は私思ってて、もういいやみたいな、他のゲームとかでうんざりじゃないですか、やっぱうまくいってないの結構あるから、だからあれなんでちょっとそこだけね心配なんで、 PVE にしちゃえばいいじゃんって思うんですよ。なんで PVP にこだわんのかなみたいな、みんなさ、あの PVE でいいんだよ、コープでプレデターでエイリアンの大群とか人間のアーミーの大群とか、なんか他の惑星の大群とか敵と、ね、戦えばいいんだよ。あのプレデターの宇宙船にさ、なんかいろんなエイリアンのさ、あれトロフィーみたいなの飾られてたじゃん、ああいう連中と戦うでいいじゃんみたいな感じだと思うんだ。でもう無限にミッション増やしていけるじゃんみたいなね。で PVP もおまけであるよみたいなさ、ワールドウォー Z みたいな感じを想像してるんだけどあれでいいと思うんだよなみたいなね。でホームページの方で紹介されているのがプレデターのマスク、これもいろいろ種類があると。でこれもゲームの進行度と か, なんか経験値とかでねアンロックされていく要素になってますみたいな感じですね。で4つだけホームページで紹介されているんですけれども、もっとねたくさんあると思うんだけど、でプラスこれに好きなカラーとか好きなスキンとかいろんなのをね、まあ、そっちの方もアンロックされていくと思うんだけれども、いろんな模様とかつけられると、赤いのがいいとか黒いのがいいとかね、白いのがいいとか、なんか緑のがいいとかね、いろいろあるんで、あと模様がついてるのがいいとかね、なんかそういうのが選べるということみたいです。これもね楽しみだ。だからプレデター散々カスタマイズできるのに使えるかどうかがランダム要素っていうのがちょっとだけ気になるなとは思うんだよね。うん、というのはそれまでこの手のゲームをやってきてもううんざりみたいなところあるから、これで改善されてればいいけどみたいな感じになっちゃうんだよね。どうしてもなんか構えちゃうみたいな、心が構えちゃうみたいな感じで、あんまりね手放しで喜べないみたいなところあるから、もうぜひねその辺ちょっとねうまくやってほしいなと思うんだけどね。うん、もう私ね正直ね13日の金曜日であったジェイソンになってボットと戦えるソロモード、あれを充実させてくれればもうそれでいいやみたいな感じのところはありますね。もう不安定要素が多すぎるし、 PVP はチーターとかもやっぱ出てくるし、 PC 版だとね、あのフリーズだなんだラグがひどいとかそういうのも出てきちゃうから、やっぱ、ね、回線の
違いによってね。だから、うん、ソロモードの方ね、ぜひ充実させてほしい。で、13、スリーフォニックなら、それもできるから、13日の金曜日で結構ね、ジェイソン側で楽しく遊べたから、もうね、それをね、そればっかやってると思う、下手したら。あ、で、プレデター側で、友達とマルチプレイで、ボットと対戦できればいいんだよね。要するに。あ、もう私ね、もうそれでいい、それでいい。いらない。PVP いらない、私。もう、ボット対決で、マルチで、プレデターチームで行くぞ、みたいな感じ。うん。で、ボット側を少し強くしたり、難易度調節できたりとかね、すればもうバッチリみたいな感じだよね。うん。PVP いらない。はっきり言う、私、だってプレデターやりたいもん、これ。ねえ、プレデターやりたいよね。まあ、人間側も軽くは紹介してやる。うん、軽く紹介してやるから、今紹介するけど、ホームページでね。ゲームプレイファイヤーチームとしてね、最後にポツンって紹介されてんだけど、ポツンじゃないんだけど、でファイヤーチームがね、任務があるそうなんですよ。だから任務に出てくると、ファイヤー人間側の目標は任務を達成して脱出すること、プレデターを倒してもいいけど倒すことじゃないみたいな感じですよね。だからなんとかね、いろいろテロリストのなんか殲滅の時もあるし、あ、なんだろう、武装勢力とか、なんだろう、麻薬組織とかから何かを破壊してとか、何かを奪って帰ってくる、情報を取ってくるじゃないけど、そういうのもあるしみたいなね。とにかく任務を達成してヘリまでたどり着けば勝ちみたいなことになってるんだけれども、どうかなみたいな。うーん、どうかなみたいな感じだよね。うーん、ただし人間側にも希望はあるんですよ。実は映画で全然あの有名にならなかったとか不評だったんだけど、ザ・プレデターっていうのがあって、その中に人間が着るプレデターと対抗するためのスーツがあるの。プレデターキラースーツってのがあるの。これが実装されるなら、でいろんなバリエーションが追加されるなら、私は人間側でもいい。だったらでもプレデター対プレデターでいいじゃねえかって話なんだけど、このプレデタースーツやばいからみたいな、もう私ツボですよ。でアイアンマンの監督がこの映画作ったんですよ。だからアイアンマンみたいなねスーツになってるんですよね。もう やばい。もうこのスーツ出てくるなら私人間側でいい、つかこのスーツだけでいい。このスーツだけで戦いたいみたいなあれなんだけど、うん、いやもう楽しみでしょうがないよねこのゲーム。本当にいろいろね、もしかしたら日本語わかる人がね、開発の人がこれ聞いててくれてるかもしれないから、一生懸命私のあの私だけじゃないよね、みんなそう思ってるよね、きっとプレデターファンならって思うんだ。うん、私超プレデターファンだから、絶対ね私が言った方の意見にねみんな近いと思うんだよね。うん、PVP 昨今の PVP の現状がねあんま良くないんですよ、はっきり言って。うん、だからそっちの方にねあんまりこだわんないでほしいなとは思いますよね。ではこの気になるプレデターハンティンググラウンズ、2020年4月24日発売と。でプラットフォームは PS4 と PC、 PC はエピックゲームズ、同時発売ということになっております。価格は PC 版の方で4180円、 PS4 版の方も確か一緒だったかな、ダウンロード版は4180円だと思うんだけれども、日本のね PS4 ストアでももう並んでいますので、よかったら見てみてください。ホームページの方もね、プレイステーションの方にホームページがもう出てますので、公式でね、さっきも言ったけど概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。で今なら予約購入すると特典で87年の初代プレデタースキン、これとミニガン、ガラーってずっとカラ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 って言いながらね、ずっとプレデター撃ちまくってた。まあプレデター当たるんだよね、一発か二発。でプレデター怪我するんだけどみたいなね、このミニガンが早期特典でいろいろアンロックされると。デラックス版みたいのもあるんでね、よかったらチェックしてみてください。いやもうね4月が楽しみでしょうがないですね、これはやばいですよ。うん、というわけでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またね新しいニュースとかありましたら、その都度すぐにねお知らせしたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きプレデターライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。